築するとかですね、自分のサービスを自動で回るようにするっていうのもできます。ストックビジネスの代表例を教えてくださいと、海外移住ご希望の方ですね。ストックビジネスの逆は何でしょうか。フロービジネスですよね、ですね、当然フロービジネス。でストックビジネスとフロービジネスの違いは何でしょうかということなんですけども、まあ業界もストックビジネスの業界もご質問この方いただいてるんですけども、まあ、ストックビジネス、まあ、いろいろありますよね。まあストックビジネスっていうのは、まあ、例えばネットビジネスでやったことが積み重なっていくのがストックビジネスですね。例えばブログで分かりやすいのは、やっぱり一年中検索されるロングテールっていうキーワードでずっと書いていくとですね、記事を書いていって、その記事がずっ と、検索され続ける限り、稼ぎ続けますよね。でフロービジネスというのはブログで言う と、トレンドブログとかですね、あとはまあ SNS のタイムラインみたいな感じですよね。どんどん書いても流れていってしまう。でその都度